はい、皆さんこんにちは、マグロヘッドです。ついに待望の7コス指揮官がローテーションにもやってきました。ミツトデューク・アゾートですね。はい、まあこれがね、7コス指揮官何がいいかっていうと、誓いと組み合わせることによってアレアスカをね出せるんですよね。号泣死後がおまけでついてくる。これは最強ですから、間違いなく。はい、そしてそれだけじゃなくて、アクセレート2によって事故も回避できる。でしかも、普通のアクセレートと違って自分自身を回収する能力を持っているんで、もう完璧ですよね。自己回避しつつ誓いのためのリソースも確保できて、かつ7コス対指揮官、もう本当に誓いのために生まれたような男ですが、はい、こいつを中心にデッキを組んできました。では対戦の方をやっていきましょう。対戦相手はエルフ、そして先行になりました。アゾードでしたっけ。アゾード欲しいな。まあ、全マリですよね。誓いをやっぱり引きに行きたい。サーチカロでもいいんですが。おー、試練の黒表。ただ、初手できてもマジで意味ないな、このカード。まあそうですよね。引いた時にボードにフォロワーがいれば、フォロワーなら何でもいいんですよね。うん。あー、出た。アゾート。おー。わ、強い。いや、これめっちゃ強いな。まあ普通のデッキならどうかなってのあるんですけど、誓いなら抜群に強いっすね。やばいでしょ。だって1、2必殺残して、しかも7コース指揮官また回収できますもんね。これも相手からしても厄介でしょう。スコルピオ置いてるようなもんなんで。あー、報い持ってるか。まあでもそれでも、十分役目は実際果たしましたね。ただまあ、アクセレート能力は、おー、ナイス。ちょっと動けなかったけど、まあいいでしょう。さすがに誓い置くぐらいの余裕はもらえると思いますしね。OK。これが何エルフか。エルフがでも、今結構勢いありますね。結構当たります、エルフとは。靴か。これが、首飾りだったら、試練の黒豹と相性いいんですよね。首飾り打った後、黒豹で進化みたいなことができるんで。ただ、まあ、この時、基本バフカードがあんまり入ってないんで、そんなにうまく使える構築ではありません。イルミスナはもういらないかな。はい。まあ、でも、いらないから流して。で、いらないか。デッキ圧縮はできるけど。まあまあ、イルミスナ自体を、おー、バフされたコルワ。なるほど。これは主なのかな？主コルワ。でも、主とコルワって、まあ、相性はいいですけど、結構遅そうなイメージあるんですよね。なるほど。これは進化のスタッツは確かにえぐいな。77スタッツか。ちょっとうまく取れないですね、ここ。いや、待ってよ。いや、やっぱ難しいか。いや、難しいですね。まあ、取れなくはないですが、無茶をしなければいけない。まあ、でもこうかな。トップから低コストカード引ければ、あー、アレアスカ引いちゃうか。まあ、相当微妙ですね、アレアスカ引くのは。で、ハンドもいっぱいになってしまうと。まあ、しょうがない。77スタッツか。いや、これはだいぶ強くなりましたね、確かに。ハッカで、おお、うわ、すごい進化すんな、これ。ハッカで8点飛ばしてますね。やばい、やばい。ただですよ。アゾードはなんと2点 AOE を持っている。あー、これが抹殺仕方ないか。アゾード。はい、2点 AOE。そして、号泣仕事。ありがとう。これは強い。ただね、もう、ちょっと兵士引きすぎだな。ハンドほぼ全部兵士なんで、まあちょっと引きはいまいちかな。まあでも、アゾートさえ引ければね、なんでもいいですけど。メーテラがいなければ、やぶんはるか。あ、それか、なんならもう別に、あれか。置いちゃえばいいんだ。兵士を流しまくりたいですからね。アレアスカ置いちゃうのも手ですよね。うわ、でもめっちゃ進化する。やばい。しょれんのか、それ。すごい処理能力だな。えげつないですね。お、リーシャ。まあ、リーシャですよね、ここは。どういう風に取るべきなのか。
B 社置いて進化するといや強い、誓いだいぶ面白くなったな。誓いめっちゃ楽しくなりましたねこれで。B 社、いやこっちか、またハンド溢れちゃうな。まあいいかいいのか分かんないですけど、でこれでこうしますか。いや誓いだいぶ面白い、なんか形になってきましたね。今までのこう強化が積み重なっていい形になってる気がする。シンシアか。ただ必殺が残ってますからね、相手もやりづらいでしょこの必殺。あとはオーディンとか、エズディアを警戒するべきですが、アレアスカがいるんでね。あ、しかも5コスだこのアレアスカ今更ですけど、ここぶつけるのは確定として、とりあえず黒ひょうですよね。あ、違う、危ない危ない危ない。だから首飾りを打ってから黒ひょうで、ちょっと待って、アレアスカ、違う黒ひょうだ、黒ひょうで、はい、おお、初めて出した。で進化すると、はい、でここトレードですね、もちろん。かつ靴、いやすごいすごいすごい強い。ちょっと褒めてもらえたんで、いや強い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 、なんかいいな、思ったより、これ1戦目なんですけど今近い、思ってたよりなんか何倍も綺麗に回ってる。まあオーディンですよね。で進化6回はしてると思うんで、まあ次やっぱりオーディンプラス、は狙ってるよな絶対。ただ盤面、あ、リーサルですね。ベア、おお、まあここからも守護は晴れましたが、リーサルと、オッケー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 、はい、ありがとうございました。めっちゃ褒めてくれましたね相手の方、ありがとうございます。いやしかも EP1 個残してるしな。いやびっくり、なんか自分で一番びっくり、まあ一戦目で負けただけって可能性ありますけどねなんかね、全然今のとは安定感違うなと思いますね。ありがとうございました。はい、対戦相手アネメス、そして先行になりました。心の意味をあなたは知ってる。うん、ゼンマリですかね。はい、おーおー素晴らしい、アゾードと誓いが来ればもう完璧で、イリミスナもねちゃんと誓い流して誓い引けるんで、デッキ圧縮になるといいですね。獣戦士もめちゃめちゃ強いんだよな。ただそろそろね、ロッコス隊のなんかその誓いのロッコス隊ってもうかなり固定されちゃってるんで、誓い出てからね、だからそろそろなんか新しい兵士とか欲しいけど、次で落ちるのかな、次の次か、うん、ブリゲーズ・オブ・ザ・スカイですからねゼタは。機械かな、どうなんだろう、アーティファクトなのは間違いないと思いますが、これ相手で出しちゃいたいな。アイテール出しますか先に。でそうですね、強心者引けたのでこれでかなり綺麗な流れが作れるかな。いやオッケー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 、でこれトレードするしかないでしょう。あー、まあ無視してフェイスも全然あるか、まあトレードか、いやフェイスはないですねさすがに。でこれで、あー誓いが被りまくってるどっかのタイミングで流さないとな、イルミスラで流したないとちょっとハンドが、とはいっても必要な指揮官は揃ってますからね。あーリーシェな、まあ人形のタイプと違ってそれほど早くはないと思いますが、ここもな厄介だな、リーシェなって進化切りたくないなかといってスルーしたところで取るのがすごい面倒なんですが、取ります。はい、これスルーしてもねあまり見ないですから、結局ゼータぶつけなきゃいけなくなるので、まあだったら4号ぶつけて打っといた方がいいかなと。おお、でもこの盤面かなりありがたいですね。うわー、ゾードまた来た。
はい、重戦士出して、あー、リオードいいですね。オッケーオッケー。ただまあ今ね、ニコスの兵士入れてないんで、まあ、そんなに必要ないかなと思って入れてないんでね、ここ何も出てきませんが、まあでも十分でしょう。天敵があって、歌声なんですよね。あ、気候の解放。うわ、回ってるわ、相手。めちゃめちゃ回ってる。やばいやばい。やばい。超回ってる。ただ、それほどアーティファクト混ぜてないですかね。それほどというか、ほぼ全く混ぜてないんで。引けてるな。これ、素引きですよね、これって。マジか。確かトレース2枚しか混ぜてなかったと思うんで。めちゃめちゃやってますね。おお、嘘だろ。大丈夫かこれ。あ、そっか、白く赤いのアーティファクトもアーティファクトですもんね。僕は銃の声を聞く。ただ何も入ってないから、まあサーチはない。僕は銃の声を聞く。まあで、反動回さないためと、黒く赤いのアーティファクトを進めるためかな。あ、どうぞ。いや、これね、もう歌声打たれちゃったらどうしようないからな。もうケアはしません。はい、ケアしても攻めれないんで。歌声持ってる。リーシェナか。さすがに歌声まではてか採用してない可能性もあるのか。アーティファクトが取ったら OK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  十分。よし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 、もう一回アソード出しちゃうか。ありですね、それ。対処できないってことは全然ありだと思いますけど。さあ、二連続アソード。これはもう破壊は出させないでしょう。フェイスフェイスで。まあ、打たなくていいか。打つしてないですもんね。これは突破できないぞ。アーティファクトでも、で、アーティファクトそもそも混ぜてないですからね、もう。おー、多分じゃあ、サブプランなのか、メインプランなのか分かりませんが、ベルホメットも入れてるタイプ、みたいですね、どうやら。グライアス進化。ただ、それでもまだ足りない、ダメージが。そうか、でもグライアスいっぱいフォロワー出せるから、相性自体はいいのか。よーし、取れないと。対戦ありがとうございました。いやー、これは、この2連打はさすがに強いよな、アゾード2連打。いや、やっぱ、強化されましたね、間違いなく。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。いや、もう段違い。全然違いますね、使用感も強さも。アゾード1枚でここまで変わるとはっていう感じの使用感ですが、まあ、何が違うかっていうと、今期最初に組んだ誓いは、やっぱリーシャは強かったんですが、何かこう決め手にかけるというか、一手足りないなっていう印象でしたが、それがもう完全になくなりました。はい、4コスタイム、6コスタイム、7コスタイム強いんで、武器がいっぱい手に入った感じですね。うん。で、しかもアゾードで自己回避もできるんで、まあ、安定感も増したという形ですよね。はい。まあ、これ、ただね、とんでもなく高い。シルバー3枚、ブロンズ3枚を除いて、すべてゴルレジェですから。まあ、組んでくれたとても言えないですよね。だから本当にもう、ロイヤル大好きでもロイヤルカード全部持ってるよみたいな方は、ちょっと試してみたらどうでしょうか。まあ、そういう方もやってると思いますけどね。はい。あと、ま、もう1枚、試練の黒表。これ思ったより悪くなかったです。はい。何より面白いですね。すごい、ゲーム、ドローが楽しくなる。まあ、忘れてるんですけど、黒ひょ引いた時に、あ、やった、ラッキーみたいな気持ちで、まあ、ラッキーもくそもないんですけど、はい。楽しめるんで、面白かったです。それにまあ、そんなにね、弱いカードじゃないなと思いましたね。特にこのデッキはバフカードが全然入ってないんで、使い勝手は悪いかなと思いますが、バフが多ければ、はい。全然ね、いいカードだと思いました。はい。というわけで、今回はこれまでになります。ご視聴ありがとうございました。はい、皆さん今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルではシャドーバースやドラクエライバルズといったカードゲームの動画をバシバシ投稿していきますんで、よかったらチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。